お待たせいたしました。カイア島ニュースの時間です。6月22日アップデート詳細のご案内。カイア島に可愛いボノボノたちがやってきました。ビーチにオープンする特別なカフェでボノボノたちを手伝って可愛いアイテムを手に入れましょう。広場にあるビーチカフェがボノボノビーチカフェに模様替え。それを記念してイベントを開催いたします。ボノボノたちからのミッションをクリアするとボノボノコインを獲得することができます。コインをすべて集めてイベントを完了すると、さまざまなアイテムが入っているガチャチケットと可愛いスケートボードが入手できます。画面右側のイベントアイコンをタップすることでさまざまなミッションを確認できますので、ぜひタップしてみましょう。ボノボノがいるビーチカフェにはインタラクションができる岩や木の遊び場、撮影スポット、魚が釣れるミニ釣り場まで揃っています。ミニ釣り場ではボノボノの貝をゲットできます。またカフェでは食べるとボノボノたちを思い浮かべることができる特別な効果を持つ食べ物を料理することができますので、ぜひお試しください。きっと素敵な時間が過ごせることでしょう。いろいろな実を探してみましょう。カイア島の各所にいろいろの実がたくさん実っています。木の実を集めるとプレゼントがもらえます。果たしていろいろの実はどこに隠れているのでしょうか。ボノボの出席簿がスタートします。ボノボの出席簿では出席するだけでガチャチケットと特別な効果をもたらす食べ物、そして可愛いボノボノにそっくりのリュックが入手できます。イベントが終了すると入手できなくなりますので、ぜひお見逃しなく。カイア工房に新しい制作アイテムを追加しました。広場にあるカイア工房でボノボノをテーマにした様々なアイテムを作れるようになります。可愛い森のお友達の表情が描かれたリュックからいろいろなアイテムが手に入るガチャチケットまで、新たに追加された制作レシピはカイア工房で作ることができますので、この機会にぜひ作ってみましょう。その他の変更、一部のハウスにおいて配置できる最大の家具数を増やしました。小さなハウス600、人形のハウス600、コックハウス600、カイア工房で釣りの餌など一部のアイテムを同時に大量制作できるように新たなレシピを追加しました。巨大魚を釣るとき、釣りの成功失敗が魚との駆け引き演出の前に分かるように改善しました。同じ種類のゴミアイテムを最大99個まで重複して保管できるように改善。ブロックされたユーザーはブロックした人のゲストブックにコメントを残せないように変更。一部のガチャ商品のリストを更新。プレゼントするメッセージのプレゼントリストを更新。ゲーム内の一部の不具合を修正しました。今回のアップデートは初日本アニメとのコラボですね。現在も放送されているほのぼの系アニメ、動物たちがどのようにカイア島に現れるか楽しみですね。ではアップデートの日にお会いしましょう。